はいどうもお疲れ様です。即火塾のコブです。今日のですね、12月5日朝6時の相場解説ですけども、ご覧のように冷やしを見ていただいたらわかるように、もうね、右肩上がりは全くなくなりましたよねえ。この大きな陰線で蓋をされたからに、ここからガクンと落ちまくっているところでございますね。戻り売りも2回ぐらいありましたかね。ここも戻り売りですね。 で今後はですね昔使った数ヶ月前に使ったこの135円の556と134円の544この辺りの3つの価格帯を使うことになりますよねプライスアクションは以前にもここありましたけども本当にねトレンドが発生するまではこういった3つの価格が非常に有効に作用しててここの利益を出してくれたわけなんですけどもこれが再びねこの辺りで使えるようになってきたんではないかなというところですね えー、とにかく、えー、今週というか今月はですね、もう本当に19、20日あたりまでにもうお取引はまとめていかないと、その後はね、抗議しかないですからね、小動き。小さな動きですよ。それから、あと FOMC13、14あたりに発表がありますけども、これね、円高の方向に大きく揺れるんじゃないですかだって、あれでしょ利上げをもう抑制するって言ってるわけでしょさあ、どうでしょうかね。4時間を見ていきます。 とりあえず今週どうなるかってことなんですけども今週はこの2つの価格帯で推移することになると思いますまずはこれを見ていきましょうレンジでこのまま推移するのかそれともブレイク切ってさらにね120円台の方に進んでいくのかってことですここから上昇することはもうないと思いますねそれを確かめる上でも今週もうバイの方に進まないことを確認する上でも今週をしっかりと見ていきましょう1時間です1時間にやりましてちょっと振り返りたいのは あの大きく突き上げた後やっぱりねこの線ですよこの角,角帯に収まったってことなんですよねここが多少えぐれてるような感じになりますけどもヒーを出して急速にこのレンジに戻ってきてるでしょだからこのレンジ結構当てになりますんでね今後も使っていきますよでその上で今週見ていくのは値動きがこのレンジの中にまた戻ってくるのかそれともですねそうではなくってここら辺もそうですけども新しいレンジを形成していくのかどうかってことなんですよ これを透明を見ていきますんで、寝動き、午前中、今日月曜日の午前中は、ここに戻っていくのか、それともこの辺りに推移するのか、これを確認していきましょう。以上、他のことは今のところ考えてません。月曜日を安全に過ごしていきましょう。で、デモトレードをね、する方はしてくださいね。で、私は月曜日からガンガン入れていきますけども、あの、月曜日、金曜日よりは、カー水木の方が難易度は低くなりますんで、よろしくお願いします。